はい、出来上がりです。主婦のトモ、はい、クリーミーなカルボナーラを作りたいと思います。はい、そうね、これ、はい、いいですね、はい、ね、あ、いいですね、濃厚だね、非常に濃厚、うん、料理は味、見た目、心、美味しい料理を簡単 に主婦の友、レンジ鉢のカルボナーラ、いまだにこの電子レンジだけでカルボナーラができるっていうのがピンとこないんですけど、うんうん、まあ、レトルトでも今、ね、あ、いいよね、カルボあるじゃないですか、ね、で、うん、知り合いのね、ご夫婦のお子さんから、うんうん、カルボナーラ作ってほしいって言われたの。で、これいろいろ考えた。確かに美味しく作られてると思う、うん、でもやっぱり手を加えることによって、そう、手作りの味って大切でしょ、うん、味、見た目、心ですよ。味、見た目、心ですね、はい、はい、で、作ります。はい、はい、お願いします。クリーミーなカルボナーラを作りたいと思います。はい、しゅんちゃん、はい、じゃあまず材料、これはもうパスタですね、うん、パスタ 100g ね、お一人分ね、はいはい、それから顆粒だし、はい、やっぱり我が家は顆粒だし、はいはい、それから、料理酒、顆粒だしのお友達料理酒、はい、でこれニンニクです ね、でこっちはオリーブオイル、はいはい、でこれが、クリームチーズ、チーズね、はい、あの生クリームとか牛乳とかもあるんだけど、うん、僕いろいろ考えたんだけどやっぱりね、やったの、うん、やっぱね、でもやっぱり生クリームじゃなくて、うん、クリームチーズ、クリームチーズがいい、はい、これバターで、これが隠し味で、マヨネーズ、マヨネーズですね、で、はい、で、ベーコン、ベーコン、はい、はい、で卵でございます。はい、わかりました。これがこれで作りますね。はい。はい、まず、はい、オリーブオイルを入れて、ニンニクを入れてアーリオオーリオを作りましょうかね。はい。そうね、これ、はい、いいですね。はい。はい、まず電子レンジに預けますね。はい。ね、入れますよ。はい。30秒。30秒お願いします。うん、結構さ、油に食材入れると焦げ目がつくから、はい、ちょっと様子を見ながら、ね、様子を見ながらですね、うん、よし、これで、はい、次、はい、料理酒に顆粒だしを溶きます、うん、そうですね、はい、はい、こんな感じに入れてくれるかな、これをこっちに入れます、うん、はい、あ、これでいい、はい、はい、はい、これで1分入れますね、次ね、はい、はい、はい、次入れますね、これ、はい、はい、いいですか、ソース、ソースを絡めてもらって、ね、これに、うん、でマヨネーズね、はい、隠し味ですね、うん、しゅうちゃんがマヨネーズ好きだって言うからね、うん、こう、あとこれクリームチーズね、はい、はい、これも入れます、いいですか、はい、やっぱ電子レンジに預けることによってちょっとクリームが溶けますので30秒ぐらいね、はい、もうあとはここに卵を割って入れて、はい、これ混ぜる、じりじりきてるね、このくらいでいいと思うな、おお、きてるね、ね、あ、いいですね、で卵を入れるときは少しさ、少し冷ましてほしいな、はい、熱いと卵が固まっちゃうから、うんうん、か、香りが踊ってる、そうね、はい、うん、で卵を混ぜますね、はい、ね、はい、パスタが先に ゆで上がっちゃったけど、うん、でもちょうどタイミング見て茹でてもらうと一番嬉しいね、はい、混ぜて、あとはこれね、あ、そこに、はい、はい、いいですか、これ、はい、はい、粉チーズかけて、チーズかけて、であとはあのやっぱりカルボナーラというと、うん、そう、そういうこと、ブラックペッパー、ね、ブラックペッパーをかけてもらいたいね、はい、うん、はい、出来上がりです。主婦のトモ、トモ、はい、しゅうちゃん試食タイム、いただきます。しゅうちゃんどうぞ、いただきます。すごいな、電子レンジで作るパスタもいろいろあ、うん、カルボナーラ確かにあるんだけど、本当にね、あのこんなに僕もね上手にできるっていうのはね、いや、すごい、びっくりしましたね、ちょっと濃厚だね、非常に濃厚、うん、いやでも本当美味しい、これはよかった、あのね、うん、僕もね、うん、あの
そのリクエストがあってからいろいろね、いろいろ研究したんだけど、やっぱりフライパンで作るとアーリオオーリオオイルがやっぱりできない。それがまず一つね、焦げないってことね。それと卵とかとかやっぱりチーズとかフライパンで作るとやっぱりねダマになっちゃったりとか、そういうことがあるんだ。でも電子レンジの場合ってそういうことが少ない。フライパンでやるとやっぱり入り卵になっちゃったりするんですね。そうそうかもしれないね。こんなね卵はソースになってくれないんですよ、だからクリーミーだよね。すごいクリーミー、だからこれ一度本当にこの電子レンジで、電子レンジで作っていただきたい。ちょっとこれあの連発のメニューにしては工程がちょっと複雑ですけど、そうそうそうかもしれないけどね、これできた時の達成感すごいですね、でももう基本は同じだから、あの達成感味わってください。ぜひね、ぜひあのご自身でね、作ってほしいですね。ぜひそうですね、よろしくお願いします、作っていただく価値があると思います、大成功ということで、はい、じゃあ今日も料理は味、見た目心、ありがとうございました。よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。